Welcome back, guys and girls, to Yakuza, where we left off. We had a pretty crazy battle with the Dragon of Dojima himself, and we're on our way now to stop some assassins, currently. Seonghui? Ishiura hasn't left the building, and neither has Mirrorface. They're on the fourth floor. How many of them are there? At least 10. But don't take my word for it. Got it. Keep your eyes peeled and don't lose Ishiura on it. Let's go. Fighting any Jinchō gives us the home field advantage. Let's show them how it's done. Wah! Whoa, hey, Kasuga. Stack slap him. And we go. Ishiura has to be somewhere in this building. Let's hurry. Damn you, Kasuga. Why the hell are you here?
石尾だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔っからね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと？なんて言い草だ。あ、おい、てめえ。 Oh no! The disguise dude! 足立さんが二人ってことは、つまり…は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け抜きだったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちがどっち？こんぬぬ。マジかよ、力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあその第一条は何だった？知るかバカ野郎、何も覚えてるわけねえだろ。じゃあこちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オッケー、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事をしやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。もういい加減終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。ちっ、危ねえ。ちっ、しつこいな。石尾だ、おやっさんの仇。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前は…ああ、わかってるよ。ドラゴン、なんでもねえ。どうしようかな。I wish yeah, I actually learned the move battle. Kiryu. That'd be bad. Wow, rude. How dare you? Sure, why not?なめんなよ。でお返しや。俺の番か。頑張ります。見せてやる。誰に当たるかな。してみろ。舐めると痛い目に遭う。待ちかませ。
まいからやめるな。I hate that he guards, man. Can you stop guarding my hits? Kinda nice. Are you kidding me? Ah, mo. Oh, do. 殴られるのが嬉しそう。まあこの前は敵。いや。どういうことだ。極道だけの話かもしれねえが。ん？そういう。何にせよあのキレ。ああ。あぶねえな。ほら来いよ。We're out, right? I can't defend. If we're all in fear.Look at this bullcrap. I can't believe he was actually able to do a move like that. Like, stupid. More jump. She can heal, right? Oh no, she's MP. They're gonna go next. The only thing I can really do is heal. Someone's gonna die regardless.So I'm just gonna work for our lives. But yeah, I think someone would die to die. But... At least now we don't have that other dude to deal with. Alive, my boy. More jump. Get up!Yeah, much more of an opportunity to just wreck his dude.
シャンパンいただきましょう。それ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 、なめんなよ。逃げるなら今のうちだぞ。やるか。怪我しますよ。よし、はい、サンキュー。俺の番だな。よっしゃ、逃げてた。頑張ります。Finish him off with the darts. Another one. Finish him off with the darts. でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。さんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ、一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちいと違うな。Real Aoki did, どう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。Ooh, we're about to find out. Someone shot him first. 見えとるな。へえ、バッチリですわ。ん？ちょ待て、誰かおる。あいつは。よ、やりましたな、大工。この間のソーテンボルであんたの真意が極道の解体やと分かった時、 The boxer killed him。 わしは震えましたわ。登場界の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や私の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。
それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて、俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木寮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますぜ親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。どないした。それが踊れろ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。Damn. 2手3手先まで手に取るように見えてば。そんなんでようここまで生き残ると思うんや。天道。石尾だ。もう近江も東条会もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかもしれん。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスはこんかった。おもろいもんですやろ。Damn. じゃあ、おやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる。A bomb! Oh no! やっぱりしくじりよったか。一生だわ。仕事は雑やさがいな。まあ見張っといて正解やったな。どうしますか。ほなもうポチッといったれ。了解しました。ダイヤa pal mate, Kazuma Kiryu. Dope, I'll take him. To the Pinnacle, Chapter 15. Oh, this is it, the finale. To the Pinnacle.
One day before the election. 偉人町の皆さん、こんにちは。投票日を明日に控え、久米颯太が最後の話題に上がっております。久米颯太、長年ブリーチジャパン横浜支部長としてグレーゾーンを臭い理想論者だと現れ、くじけそうになったこともありましたが、今あの青木都知事が最も信頼できる人物としているのがこの神奈川2区だけではありません。久米颯太には青木都知事をはじめ全国各地にブリーチジャパンの仲間たち、本気です。もう久米颯太が青木亮と共に起こす新しい波は皆さんの日本を清き一票を変わらせます。ブリーチジャパン日本。さあ皆さん、いいですか、思い出してください。2年前、どうせこの町は本気で浄化などされるわけがないと多くの人々がそう考えていらっしゃいました。この新神室署だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていました。しかし今はどうでしょう。東条会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません。神室町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんか。それは日本中どこででもやれるはずなんです。ブリーチジャパンを合言葉に民事党は青木幹事長の下で生まれ変わろうとしているんです。この後、知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。それから新宿を出てまた移動になりますが、知事には…あ…ん?どうしたの?すみません。知事ではなく、幹事長とお呼びした方がよろしいですよね。そうか。呼び方を気にさせてしまったか。じゃあまあ…これまで通り知事にしとこう。短くて呼びやすいしね。気遣いさせてしまってごめんよ。そんな、とんでもありません。Who's this? Ichiban?He crawl out. テレビの中継は?もちろん多数来ています。昼からずっと知事の応援演説を。そうか。え?今までの私は妖怪じみた他の先生が自分が権力を手に入れることに必死だった。そのためにはまあ。まさか。いや。知事。本当さ。まあほんの少し。でも私には目標があったんだ。理想の正義をお題目で語ることしかできなかった連中と違って実際に成し遂げる人間になるという目標が。そして今の私にはそれだけの力が終わりになる。それは正しいことです。え?先生?みんなそうです。全くズルをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません。理想があって、そしてそれを実現する以上、場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。 She's like in love with him. 君、すみません、私さ、指示が。ああ、それではお待たせしました。ご紹介します。青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回って
ご多忙の中、決戦を後に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。Wait till he speaks. That's what it is. It's gotta be Ichiban, right? 皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。考えてるんだ君、降りなさい。いいだろう、大丈夫だ。あんたは沢城の頭に親父さんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしてる声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。明日、俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そしてネットに流して札にもマスコミにも渡す。あんた破滅することになりますね。本当にそんなものがあるならわざわざ俺に予告する必要はない。何のハッタリだ。そう思うならそれでも結構ですよ。おやさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、お前は大きな思い違いをするようになった。てめえだけは何やっても許される存在だったな。でもそりゃ Tell him, Ichiban. 大きな間違いだ。やはり選挙というものは魔物です。何がお春日候補からの素晴らしい戦術。正々堂々とは。よう、ニック、俺のテレビ映りどうだったい？ネットでも大盛り上がりだよ、一番。だろうよ。若と並んでる時はそんなの気にならねえよ。ずいぶんご機嫌ね。なあ、青木亮の反応は上々だった。
オーケーオーケー。こっちはミラもカムロ町にアジトが必要。キャンピオン街のスナックアテンシって店だ。アテンシか。All right. Back in our old stomping grounds. Boy. Which I'm gonna end this here, guys. Leave a like, subscribe, share with a friend. In the next part, we will continue the final chapter. Hopefully beat it. We'll see.